ラリーグ、地区シリーズ第3戦、パドレス、ドジャース、8日、サンディエゴ。両チームがラインアップを発表。ドジャースの大谷翔平選手は、1番、指名打者、で出場する。1勝1敗、パドレスの本拠地に戦いの舞台を移した第3戦。試合前の選手紹介では、三塁線に並んだドジャースの選手に対し、強烈なブーイングが飛んだ。 ビート、ラ・ロサンゼルスを倒せの大合唱も巻き起こった。第2戦の6回には、ドジャース先発フラーティのタティースへの支給をきっかけに不穏な空気に。7回には外野席から野球ボールやゴミなどが投げ込まれ、試合が一時中断するなど、悪影響を及ぼした。